こんにちは、ワンタチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日も栗山海岸で宝探しやっていきます。まずはじめに100円で新しく作った金属探知機のテストやってから出発です。
かってまいりました。今日はお宝は取れませんでした。残念です。今日の動画はどうでしたか？いかがだったでしょうか？これからもまた楽しいことや面白そうなこと、バンバンアップしていきたいと思いますので、また見てください。よろしくお願いします。あと今日の、探知機、ちょっとね、いまいちですけども、あと 1,2 回使ってみてね、使い勝手もう一回リポートしたいと思います。お宝じゃないけど、今日は、海の掃除に、海岸の掃除に行ったという動画でございました。21個ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。